叩き潰す。戦うことでしか道が開けないのなら。ユキトラ、精神を隔つ壁よ。そんな、食らうかよ。立ちふさがるのであれば。お父さん、お母さん、私に戦う勇気を。ここだ。精神を隔つ壁よ。おりゃ、永遠をもたらす霊気を。かかった。一徳が手加減なんかできねえからな。お父さん、お母さん、私に戦う勇気を。精神を隔つ壁よ。この程度、永遠をもたらす霊気を。入った。一徳が手加減なんかできねえからな。戦うことでしか道が開けないのなら。なめんな。精神を隔つ壁よ。おりゃ、そんな攻撃、永遠をもたらす霊気を。かかった。俺たちなら。いや、が、永遠をもたらす霊気を。かかった。俺のために死にな。あなたがいるから私は駆け出せる。来れるものなら来てみなよ。おりゃ、そんな攻撃、私にだって守りたいものくらいある。そのためなら。一徳が手加減なんかできねえ。援護するわ。その身に宿る狂気を。運命に抗うための力を。このまま押し切る。少しでも早く。
徳が手加減なんかできねえからな。戦うことでしか道が開けないのなら、真っ赤な花を咲かせな。叩き潰す。お父さん、お母さん、私に戦う勇気を。真っ赤な花を咲かせな。隔つ壁よ。一徳が手加減なんかできねえからな。別名めぐた打ち。ちおりゃ、何言ってんだよ。一徳が手加減なんかできねえからな。戦うことでしか道が開けないのなら、真っ赤な花を咲かせな。なめんな、食らうわけねえだろ。運命に抗うための力を、この勢いで。燃え尽きろ。タイミングは分かってるな。さっきの男、
こっそりと隣の女性を守っていたわね。バレバレなのに。